こんばんは、始まりました新潟ポンデリングの時間です。今までですと月曜日の9時半から、生放送でお送りしておりましたが、今週からは火曜日放送に変わりました。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お邪魔します。はい、はい。それではまず今日のお客様から、紹介をさせていただきたいと思います。今日はですね、先週、フォンデリングに出演していただきました、新潟大学人文学部人文学科3年生天馬くんからのご紹介、ね。はい。今回は新潟大学2年生です、ね。人文学部人文学科社会地域文化学プログラム専攻、はい、噛みそうなのね。のですね、島田明宏さん、はい、でございます。それでは、もう一度、ご自分で、自己紹介の方をお願いいたします。はい、新潟大学人文学部2年の社会地域文化学プログラムで考古学をやってます島田と言います。そうですね、出身は栃木県で、最近はあれですね、大学前の担々麺屋に行くことにハマっています。お、辛いもの好き。そうですね、辛いもの好きか。栃木県出身ですか。はい、奇遇ですね。私もね、はい、ずっとあの大学を卒業してから、はい、8年ぐらいでしょうかね、はい、栃木の方でですね働いておりました。おお、そのリアクションありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、ちょっと、自己紹介を遅れましたが、自己紹介を遅れました。この、スタジオ、これウィンと言います。スタジオウィンで、編集やら、放送やらをやってます川内と申します。はい、はい、あと黒崎でですね、あの地域のコミュニティセンターを運営してて、はい、公民館プラージュという、はい、ところをやっております。はい、遊びに来てね。はい、ぜひ。あのね、自慢していいですか、ちょっとだけ。はい、100インチのスクリーンがあるんですよ。100インチのスクリーンにプロジェクターでバーッと映るんですけど、もうすぐほらサッカーのコンフェデレーションがあるじゃないですか。コンフェデ、あの100インチの画面でみんなでね、非パブリックビューイングをやるというね。その100インチにサッカーを映して、はい、みんなで飲みながら、はい、イエーとか言うの。そうそうそう。まあ、そんなの一応ね、はい、あの計画したりしてますけど、はい。それじゃあ、早速ですね、島田さんに、お話を伺いますが、はい、さあ、それじゃあ早速ですね、はい、島田さんにいろんなお話を伺っていきたいと思いますが、はい、まず今あの人文学部のその地域、社会文化プログラム専攻ということで、はい、基本的にはそれは何をする学科なんですか。そうですね、地域の歴史とか、うんうんうん、あの民族とかを中心にあのいろいろな専攻に分かれて、うん、あの地域の大切さとかを勉強していくプログラムなんですけど、お、中でも自分は考古学に興味があったので。考古学、はい、あの新潟大学のその考古学っていうと、はい、やっぱり新潟のそのいろんなこう、はい、場所に行ってあの掘ったりする、そうです。掘ったりするってなんか変な言い方だよね。そうですね、うん、そうですね、専攻してるところの先生は、うん、あの新潟の古墳時代が中心なんですけど、ほうほうほう、実際発掘とか測量とかに行ったりするのは県外だったりして、うん、地元に来たりする時もあるんです。ちなみにあの今まで何回ぐらいその発掘ってやつに、発掘ですか、はい、発掘に実際携わったっていう、うん、あの掘ったり測量したりっていうのはまだ2年なんでないんですけれど、うんうん、見学とかあれ説明、現地説明会って言ってどんなのが出たかみたいな説明会には何度かお邪魔したことはあります。 あれ大変なんですよね。はい、はい、あの毛棒機とかでこうやってシャカシャカシャカとかこういう、そう、よくあの恐竜の骨の中にやって、はい、あれ発掘と言わないか、あれは理学部かもしれないですけど、こんなやってる姿を見ながらね、もう本当にこう神経を尖らせてこうね、はい、やってる姿を見ると何が面白いんだろうと思うんだけど。そうですね、実際そういう学問の面白さってどういうところなんですか。面白さっていうと、うん、あれですね、自分が何か歴史の本に載れたりってする確率があるじゃないですか、発掘したりすると。おーおーおー、例えば弥生土器を初めて発掘したりとか、うんうん、あの大森貝塚なんかだって最初発見したのはモンスじゃないですか、はい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 、
でそうやって発掘して名前が載ったりなんかするのっていうのもいいですし、自分がそのまま携わったことが歴史の教科書の内容を変えるかもしれないじゃないですか。すごいね、ロマンだね。ロマンですよね。あのそういうとほら貝塚とかでいろいろ使った、はい、使ってつく名前のところって結構ね、はい、遺跡があったりするじゃないですか。そうですね。赤塚あるかもしれない。あるかもしれないですか。うん、あの国際情報の下あたりにあるかもしれない。おないな、はい、ないかもしれない。でもあのやっぱりね、僕昔三つ目が通るとかってわかります？はいはいはい。あれ見てね、なんかすっごいああいうほらあのマヤとか、はい、ああいう遺跡なんかがものすごく興味があったりして、ああいうのってのはやっぱり偶然に発見されたりとか、はい、まあ、いいと思ってこう発見していくっていうことはあると思うんですけど、はい、例えば今のその新潟県内の考古学で、はい、こうここら辺はちょっと狙い目だなみたいなところ言える範囲で結構ですけど、言える範囲ですか。島田君が、はい、この辺は臭いなとかさこの辺掘るとなんか出てくるぞって。そうですね、新潟原人とかいうのがね、新潟原人です。出てきそうな感じのところってありますか？そうですね、出てきそうなっていうのは分かりませんけれど、うん、そうですね、あの中世だと、うん、あの戦国時代とかあって山城とかが盛んに作られたりして、はいはいはい、戦があるじゃないですか、うん、そういったことってまだあの歴史の書物の方でしかわからないようなことが多かったりとか、ええ、実際あの山城ってもう立ってないじゃないですか、うん、立ってないところからまた掘り返してみたら何か出るんじゃないかなみたいな。あ、そうだよね、やっぱりこう調べ尽くしたと思っていても、ええ、やっぱりそういうのってのは何層にもね、はい、こう重なったその下にまた何かがあるっていうね。そうですね、あのよく昔あったじゃないですか、何かの上に城を建てておくとかね。あ、はいはいはい、ありますよね、はい、あのよくまあ女の人がね一回塗った後にまた塗るみたいなね。あ、そうそう、あれこう、はい、そうだね、そういうこと言っていいんですか？あの後で編集でカットします。まあそんなこんなで、はい、やっぱりそういうロマンを求めてやっぱりそういう学問を専攻したと、はい、そうですね、うん、いつ頃からその考古学に興味を持ち始めたんですか？そうですね、考古学に興味を持ち始めたっていうのは、うん、あのもう1年ぐらい前、最近の話なんですけれど。なるほど、はい、最初の頃はあのやっぱり歴史が好きだったんで、うん、戦国時代とかやっぱり歴史だと武将とか一番熱いところが好きだったんですけど、あのそうですね、1年前に見学した城跡のところに、はい、うん、発掘調査報告書っていうのが置いてあったんですよ。おーおー、え、どこ具体的に言うと？具体的に言うと、うん、栃木県にある城なんですけど。栃木県、はい。すごいマイナーな話になっちゃうんですけど、ハートロック城は群馬だったね。そうですね。分かる人は分かるね、今のね、はいはい、そうですね、栃木県にある皆川城っていう城なんですけど。え、皆川城どこだったっけ？皆川城は、そう、市町村はどこでしたっけ？市町村は栃木県の皆川市ですね。皆川市、はい、え、俺もぐりかな、聞いたことないぞ。皆川市、え、市町村合併で名前変わったとか？いや、変わってないですね、栃木市のままですね。栃木市、あ、栃木市の中の皆川、はい、そうです。あ、なんだびっくりした。俺、皆川市ができたのかと思ってさ。いやいやいや、いやー、そっかそっか、はい、え、それってまあ、ローカルな話であれですけど、はい、クズに抜ける手前ぐらいでしたっけ？そうですね、寺尾皆川があるじゃないですか、うん、あらあらあら、クズに抜ける道の、はいはいはい、あ、なるほど。なんでこのローカルなね話題が分かるかというと、実は僕も栃木にいたのでね、はい、詳しいんですけど、はい、ゴルフ場いっぱいあるしね。そうですね、そう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 ね、はい、それでその考古学をその城を見ながら、はい、まあやってるそのなんだ、発掘、はい、調査報告書だっけ、はい、うん、それを見て なんでまたそんな深く興味を持ち始めた？そうですね、あの歴史って本に書いてあることはもう大体あの書物とか、うん、あの武将官の手紙のやり取り、書状で分かっちゃったりするじゃないですか、はいはいはい、で今分かってることじゃなくて、これから分かる可能性のあることっていうのがあの土の中にあるかなっていうのが、ちょっとその公民館の方にそう言われた時に、うん、ええ、ああ、じゃあ自分は考古学やってみようかなって思って。へえ、それが大学1年？そうですね、大学1年の時ですね。1年の時、はい、それで今のそのプログラムの方を専攻した。はい。はあ、すごいね。いや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 、すごい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 。それで、まあ今栃木出身で、その栃木に行った時にその話を聞いたというんですけど、はい、なぜまた新潟大学へいらっしゃりましたですか？そうですね、はい、うん、
自分とすごく仲のいい友人がいたんですけど、はいはいはい、彼が勧めてくれたってのが大きいですね。あ、はい、米がうまいぞとか。そうですね、うん、米がうまくて、あの栃木なんかよりはるかに都会だと。まあ、都会かどうかって言われると、まあ、栃木っていうのは東京に近いから、みんな何かの時はやっぱ行きますよね、はい、東京にね。便利な田舎です。便利な田舎ね、いいこと言いますね。でも、なまってないね。そうですね、なまってないって言われるとちょっと嘘になるんですけど、うん、気がついたら出てたりとか、今必死に隠してる状態なんで。あ、そう、じゃあ俺が栃木弁で喋ったらひょっとしたら出るかもしれない。はい、ボロが出ちゃうかもしれない。なるほど、じゃあ、はい、この CM 明けの後に、栃木弁で、話をスタートしたいと思います。それじゃあ一旦ここで CM 入れます。人生で一度きりの私、振袖一番館スタジオ BM。 プラズ TV。 はい、ということで、CM ご覧いただきましたが、まだ僕は栃木弁では喋ってないんですけど、だから、はい、これ違う、あれ西峰とか。そうですね、そこまでひどい地域だったあれ、北の方に行くとわからないよね。そうですね、うん、あのどん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 北に登っていくと言葉が全然わからなくなってくるんですよ、はい、そうですね、うん、だから僕も栃木にずっと住んでたんだけど、はい、だからあのなんていうかなっていう、こういうイントネーションですよね、はい、そうですね、ね、はい、大体ね、そう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 、はい、ね、最初異国に飛び込んだような気もしますいや、やんなこと言うと怒られるかな、栃木の人に、はい、さあ、それじゃあ、先ほど、学部のことについて、はい、いろいろお話を伺ってきました。今2年生ということなので、大学生活ももう慣れてきたと。はい、もうバッチリ。いや、バッチリってわけじゃないかもしれないですけど、でも下宿でしょ、はい、あ、そうですね、アパート暮らし、アパートですね、はい、いやでもさ、あの大学生活で僕もそうでしたけど、はい、やっぱり一人で生活し始めると時間持て余したりとか、はい、それからやらなきゃいけないことがいっぺんに増えるじゃないですか。ああ、はい、そうですよ ね、料理してる？料理はそうですね、週に3回ぐらいですけど。週に3回、はい、残りの4回はどこ行った？あ、全部担々麺屋かもしれないあのさ、なんかこあの小池さんじゃないんだからそんな麺ばっかり食ってもしょうがないっていう。そうですね、いやそう、はい、でもそんな担々麺屋好き？はい、大好きですね。辛いの全然大丈夫？辛いのはそうですね、大丈夫ですね。あ、そう、はい、あのほらよくさ、地獄ラーメンとか言って、はい、ものすごいラーメンあるじゃないですか、はいはい、はい、表面が赤いやつ知ってますよ。わかる、行ったことありますか？行ったことありますね。あの新津の小田あたりにある、はい、そうですね、地獄ラーメン行きました？はい、行きました。何丁目ぐらいのラーメン食いました？そうですね、先輩に全部頼んでもらっちゃったんですけど、あれですね、みんなが食べるようなのを頼んでもらった。あ、ノーマルで行ったわけですか？ノーマルですね、はい。やっぱり地獄のさ、何丁目ぐらいでこう火吹くぐらいのやつをどうですか、この挑戦してみるっていうのは。あ、でも辛いの好きですけど、うん、本当なんでしょう、自分 の、 あの下品な辛さってあるじゃないですか、すごくビビッときて。わかるわかるわかる、はい、あのもう本当にさ、その唐辛子の味しかしないような辛さ、ね、はい、そうですね、そこまで来るとちょっと辛い。あ、そう、はい、じゃあね、僕ね、おすすめがあるんですよ、はい、塚食堂っていうね、塚食堂、食堂があるんですよ、はい、そこのね、担々麺食べてみて。お、すごいよ、おすすめ、食べて。はい、ぜひ絶対食べてみてね、今度ご馳走しますよ。あ、ありがとうございます、うん、チャンスがあったらね、はい、ということでございますが、はい、それじゃあ
実はですね、今日島田さんの方から、はい、写真を何枚か、持ってきていただいてます。そうです、ね、はい、それじゃあちょっと写真を見ながら、お話を聞いていきたいと思いますが、1枚目の写真はこちらでございます。はい、これは何？そうですね、これゴールデンウィークに発掘調査に行った時まで、はい、それの写真なんですけど、これ工学研究室のみんなで、これどこ？これはあれですね、群馬県の遺跡なんですけど、群馬県の古墳で、うん、その古墳の横穴式石室に入るところの写真です。群馬のどの辺ですか？群馬の太田ですね。あ、はい、群馬の太田、はい、なんかこう入っていくといろんな中をこう、そのままの状態なんですか、それとももう発掘、そうですね、されて整備された状態なんですけど、うん、中にその当時出土した土器とか、あれですね、棺の跡みたいなのだけは残してあるんですよ、レプリカが。そのままね、はい、そうするとまたあれだよね、はい、こうテンション上がるよ ね、 そ う、 ですね、そういうとこ見るとね、はい、へえ。さあ、それじゃあ、もう一枚写真を見せていただきます、はい、これは何でしょう？これはあの1年前に、うん、あの山形に行った時の、はい、あの甲冑師って言って鎧を作る職業の方にの講演会を見に行ったところの写真。今でも鎧作ってる人いるんですか？そうですね、武者行列なんかやるときに鎧作らなきゃいけない。ああ、そっか、はい、ああ、なるほどね、はい、ああ、それを見に行って見学して鎧ってこんな風にできてんだね的な。はい、そうですね。へえ、あれすっごい重いんでしょ？重いですね。あ、着てみました？はい、着てみました。どうでした？すごく重くて、あれですね、あれで戦えるってのがすごいなって思いましたね。ねえ、はい、昔の人はあれで走ってたんだもんね。すごいですよね。すごいよね。はい、でも俺は着たくないな、なんか。でもあのダイエットのためにはいいかもしれないね。そうですね、うん、あの糖尿病対策にあの今度甲冑ダイエットとか作ってみる？かっこいいですね。いいかもしれないね、結構ね、結構流行ったりしてね。そうですね、うん、はい、それじゃあもう一枚写真を見ていきましょう。あ、これがそれですね、はい、作った甲冑、織田信長の甲冑を模して作ったやつみたいなんですけど。マジっすか？はい、実はですね、はい、私ね、織田信長のね、生まれ変わりなんですよ。あ、そうなんですか？自称。あ、うん、知ってます、はい、本能寺の変いつだったか知ってます？はい、1582年です。何月だ、知ってます？6月2日でしたっけ？でしょ、はい、6月2日生まれなんですよ。そうなんですか。だから、はい、その事実を知ってから、はい、僕はね、織田信長の生まれ変わりということになってるんです。ああ、じゃあ結構短期で。もう短期短期。そうですか。そうそう、父親の位牌にね、灰投げたりとかね。ああ、いいですね。で、すぐね、周りの人を猿って呼んだりするんだよね。ああ、ひどいですね。そうそう、そしたらね、光秀に切られるでしょ。ああ、その光秀が誰だか、はい、今年50歳ですから、もうそろそろ気をつけないと。そうですね、光秀を探せみたいな。誰かがね、首をかくみたいなね。怖いですね、うん、本能寺には近づかないようにしてます。まあ、そんなくだらない話なんですけど。いや、そうか、これ織田信長のレプリカなんだ。そうですね。あ、今度着てみよう。山形でしたっけ？そうですね、山形で、あれですね、武者行列やるときに、うん、あの作る鎧を自分たちで作ろうみたいな会があって、その時に行ってみたんですけど。いや、行ってみたいですね。うん、今度ぜひ行ってみよう。後で詳しく教えてください。はい、わかりました。はい、それじゃあ、もう一枚。うん、これ発掘したやつ？いや、違いますね。これ何を？これは自分の趣味で折り紙を最近。これ折ったの？はい、そうです。すごい、なんかこれだけでさ、はい、食べていけそうな感じしない？なんか。そうですね、これ創作折り紙なんですけど、自分で勝手に作って。これ1枚？1枚です、切ってないです。作って。はい、これだけでもさ、何分ぐらいで折れるんですか？そうですね、大体10分ぐらいで折れるんですけど。いや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 、本当に？そうです。すっごいな。こんな特技を持っている島田さんなんですが、はい、それでは、ちょっと、これからですね、そのサークルの話なんかもちょっと聞いていきたいと思います。はい、はい、結局ほら、学生生活始まって、その時間の使い方とか、時間を持て余したりとか、いろんなことがあるじゃないですか。で、その中でサークルだったりとか、はい、友達だったりとか、そういうのがさ、あの自分の生活の中でのリズムになってくることってあるでしょ、勉強以外でも。そうですね、うん、はい、サークルの方って今 何を？あ、はい、あの前回紹介していただいた山先輩の部長をやってる考古学研究部に入ってました。ちょっと待って、天馬くん部長だったの？そうなんですよ。偉かったのね。はい、偉い方ですよ。いやー、先週雑に扱っちゃったな。そう、ね、
あ、そう、はい、部長さんだったんだ。はい、そうです。いや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 、その工学研究部の方では、はい、普段の活動としてはどんな活動を、はい、どういうふうに活動するんですか？そうですね、普段はあの部員の中で工学に興味のある人たちで話し合いとかしたりとか、あの休みになったら博物館に見学に行ったりなんかするんですけど、うんうんうん、そうですね、土器を発掘したりとかじゃなくて逆に土器を作ったりなんかする変な部活なんですけど、え、縄文人になったみたいになって、そうそうですね、はい、何あの縄文式土器とか弥生式土器みたいな、はい、自分たちでこうもいあのイミテーション作るわけ。そうですね、でそれ何割って埋めたりなんかして、はい、あ、それさも発掘したかのようにこうやるとかそういうことやっちゃいけない、やっちゃいけないね、そうだよね、はい、これね捕まっちゃうもんね、はい、いやそうかそうか、そうすると大体じゃあ今のお話を聞いてると話し合って何かをすることが、はい、部活の大半だとすると、はい、飲んでますね意外と。あ、飲みながら話してますね。残念ながらうちの部活飲み会がほとんどないんですよ。なぜ？すごいですよね。え、だって学生時代といえばですよ。はい。飲んで。あ、飲んだ。飲むでしょ？はい。飲むでしょ？はい。学校行かないでしょ？あれ？いや僕がね自分がそうだったのよ。ああ。もう毎晩飲んでてね、はい、朝起きれなくて学校行かない日々を生活し、そう。じゃあ本当にそのサークル活動ではそういう飲まない？そうですね、あの月に1回あるかないかみたいな感じですか。あ、なるほどね。いやいやいや、いつでも飲みに来なさい。はい、はい、あのここに来るとさあ、そんな、島さんからいろいろお話を伺ってきましたけども、はい、今のその考古学を自分のこれからの将来に、はい、まあ、結びつけていこうというお考えはありますか？そうですね、ありますね。ある、はい、例えばさ、具体的に言うとどんな仕事にこうつながっていくんですか？そうですね、有名なところだと博物館の学芸員だったりなんかするじゃないですか。自分がやりたいのは埋蔵文化財センターの職員なんですけど。何、埋蔵文化財センターって何？あの考古学で発掘したり したものなんかを保存、うん、そして収蔵して あるいはまた展示なんかしたりするような、うん、あの施設なんですけど、はい、県に1個ぐらいあるんですけど、もうあの、はい、イメージで話したら申し訳ないんだけど、はい、ツタンカーメンのさ、よくあれミイラなんかをね、はい、こう保管していたのを、はい、こうあツタンカーメンじゃないか、あの例えばほら出てきたものをなんかものすごい倉庫みたいなところに、はい、こう厳重に保管しといて、それをこうきれいにね修復してそれを博物館とかにこう出すっていうことっていいのかな。ああ、そうですね、大体はそんな感じのことなんですけど、うん、それを逆にあのそうですね、県から出るものなんで土器とかだったり、うん、あるいは鉄拳だったりなんかするようなものなんですけど、そういったことやりたいかなって思ってます。ああ、なるほど。あれ土器ってさ、はい、接着剤でくっつけてるのあれ。あ、接着剤っていうよりは、うん、あれなんですよ、土器って接着剤とかでも、うん、あの汚れちゃったりとかするんで、うん、あれですね、なるべく土器に優しい接着剤みたいなの使ってるんですよ。へえ。でもあれ欠けてるパーツなんかあるとさ、ジグソーパズルで1個入らないみたいな感じになってさ、はい、これどこ行ったみたいな話になりますよね、はい、あれでもほんと地道な作業だしすっごく大変な作業だと思うんですけど、はい、まあ、これからじゃあ大学を、まあ、これから3年4年と進んでいって今自分が勉強しているものをそういうふうに自分の就職に、まあ、つなげていきたいと、はい、うん、あれになるためには何か資格が必要なんですか？そうですね、資格というよりはあれ公務員なので、あ、行けなきゃいけないかもしれないですね。そうすると先週の天馬くんと同じようにそうなるかもしれない。公務員を目指す、はい、いいね。俺も公務員になろうかな。もう一回警察官とかダメかな。ダメだねもうね、はい、そうで、そしたらあの渋谷でね、はい、ちゃんときちっとね交通整理する自信ありますよね、はい、分かる、あの渋谷の駅のほら、はい、分かりますよ、あの警察官のように、あ、ね、警視総監賞かなんかもらっちゃってね。はい、そんなくだらない話をしてきましたけども、はい、じゃあ島田さんが、これからねあと2年後には社会出ますけど、はい、自分は社会の中でこんな風なね、大人でありたい、また、はい、今現に学生の立場としてこんな風な社会人に憧れてるなんていう、はい、そういう方とかそういうイメージとかちょっと教えていただけますか？そうですね、これ自分あの目標にしてるというか憧れてる大人なんですけど、うん、あの高校時代の
あの社会の先生がおいい先生で、うん、自分あの歴史に興味はあったんですけど、うん、具体的に何をやっていいかとかあの将来どうやって生かしていいかっていうの全然分からなかったんですけど、うん、そういったことを自分にちゃんと教えてくれてあのこういうのがあるよとかそうやってしてあの自分が興味ある人間の、うん、あれですね心を生かしてくれた先生に憧れてます、それがじゃあある意味島田さんの人生を変えた、そうですね、大人でもあると、はい、ね、そうすると逆に島田さんが今度社会に出ていった時に自分がその考古学のねいろんなのに携わっている時に小学生とかさ来たらその子たちの人生を変える、はい、そうですね変えられたらとか、いやすごいねいいね、それも一つのロマンですよね、はい、発掘だけじゃなくてねそういう影響を与えるような大人になりたいっていうのはすごい、はい、すごいな、まあ、本当にもっとねたくさん話聞きたいんですけど、はい、そろそろ、時間になってきましたので、はい、それでは次回、お越しいただけるそのお友達をご紹介いただきたいんですが、はい、まずどなたにお電話をしましょうか。う名前を言っちゃっていいでしょうか。おお、はい、言っちゃってます。先輩の北川真帆さんにお電話したいと、はい、先輩の真帆ちゃん。真帆です。あ、真帆ちゃん、はい、あ魔法使いはまこちゃんですよね、はい、あ知らないよねそんな時代ね。知らないです。そうですね、はい、それじゃあまこさん、はい、はい、早速じゃあお電話をお願いします。はい、はい、いやそうですね考古学そうだな僕もねえやってみたいと思うんですけどああいう地道な作業ダメ似合わないかもしれない、うん、すいません、はい、お願いします。じゃあちょっと待ってね、今音取りますね。もしもし。あ、もしもし、北川さんですか？あ、はい、そうです。はい、じゃあ早速お聞きしますけど、来週、はい、この新潟フォンデリングに来ていただけますか？はい、いいですよ。いやー、ありがとうございます。待ってますよ、真帆さん。ね、来週待ってますよ。ね。それじゃあ今先輩ということですが、はい、優しい先輩ですか？そうですね、元気が良くて優しい先輩です、ね、あ、本当？はい、いや楽しみだね、はい、それじゃあ、来週は北川真帆さん、はい、北川真帆さんに、お越しいただくということで、はい、新潟ポンデリング、30分間、いろいろね今日お話伺ってきました、はい、それじゃあ、最後になりますけど、はい、今ご自分が一番こう伝えたいこと、はい、何かその考古学をやっていて、こういうのをみんなに知ってもらいたい、考古学の素晴らしいところはこれだっていうのをちょっと一言最後聞こうかな。はい、そうですね、考古学夢とロマンにあふれる学問なので、あの少しでも興味があったら誰でも入ってこれるような学問なので、ぜひ皆さんにも知っていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。ということで、お送りしました新潟フォンデリングですが、はい、あっという間にね時間になっちゃいましたね。意外にどうでした？30分喋ってみて。そうですね、最初は緊張してたんですけど、うん、慣れてくると楽しいですね、栃木のね、はい、あの昔の話だけどね本当もっと聞きたいんですけど、はい、惜しい時間がなくなりました、はい、それじゃあ、あのカメラに向かってですね、はい、こう手を振ると、はい、だんだんね姿が消えてくるんですよ。はい、放送の時には、はい、放送の時には、はい、それじゃあ、はい、向こうのカメラ見て、はい、それじゃあ皆さんまた来週、この時間にお会いしましょう。はい、さよなら。見えるかな。あ、朝日は